したの森くん。腹でも減ったんすか。イギリスのデイリーメールってタブロイド紙がブカレストのストリートチルドレンのことを記事にしているんだが。ブカレスト？豚がいっぱいいるっすか。むがむが。ルーマニアの首都だよ。東ヨーロッパの国。ここだ。じゃーん。今ブカレストの話してましたね。下野先生、私この間休暇で行ってきましたよ。オタクフェスティバルね。コスプレして必ず行くんですね、そういうとこ。お土産あります。キーホルダー？なんか古風な漫画の絵が描いてあるっすね。デルタ宇宙計画という1984年のルーマニア製 SF アニメです。ルーマニアでは随分前からヤッターマンやガリメロやハイジなどが字幕付きで放映されていて、日本のオタク文化が意外に知られているのですよ。それにルーマニア出身で日本のアニメのプロデューサーやってる人もいます。ギャルマとボクダンといって、ハートキャッチプリキュアの劇場版を。あ、先生悪いけど今調べてるのはそういった明るい話題じゃなくてね、ブカレストのストリートチルドレンの話なんだ。ああ、それなら私。あの森くん、そのストレートチルドなんとかってなんすか。昔は不老児とか言われてた。身寄りのない施設にも入ってない子供の路上生活者さ。物乞いや物売り、あるいは犯罪で食ってる。ああ、ホタルの墓ってアニメに出てくる主人公のこと？あれは戦争が原因でしょ？森くんが言ってるのは経済的理由などで親から捨てられた子供のことよ。そう、親から虐待を受けたり、あるいは親が薬物やアルコール依存になって家族として機能していない場合も含まれる。そういう子供はほぼ世界中にいる。公式な調査は行われていないから全体は把握されていないが、数はだいたい1億から1億5千万人くらいと言われている。世界中の子供の 8.4% だ。ラテンアメリカの途上国で多いというのは本で読んだことがあるわ。あとはアジアのカンボジアやインド、それに北朝鮮ね。北朝鮮では食料事情が悪いから親元を離れて都市部の闇市や鉄道の駅にたむろしているそうだ。コチェビと現地で呼ばれている。カンボジアの貧しい子供はゴミの山を漁って金属など金になるゴミを集めて売って1日1ドルの収入なんですって。インドではそういう子供を集めて不法に安い賃金で労働させる例が後を絶たないそうだ。メイド漫画のエマの主人公も小さい頃から働かされてました。キャンディーキャンディーは施設出身者で差別されていたけど、ベッドと食べ物があった分マシだったと言えますね。そういう子供の存在は治安の悪化にもつながるし、特に観光地だとイメージが悪くなる。それで商店の中には人を雇って実力で彼らを排除するところもあるようだ。実力って？殺すんだよ、害獣扱いだ。ひどい。その子たちが悪いわけはないでしょうに。他に不衛生による病気の蔓延や飢餓、大人による性的搾取など問題は山積みだが、発展途上国は国自体が貧しいのでそこまで手が回らないというのが実情だ。だから国際的な救援をしようということでユニセフとかいろんな NGO が動いているが、その国の構造的問題があったり政情不安定な国もあるからいろいろ難しい。かわいそうなのは子供たちっすね。貧しくなるために生まれてくるわけじゃないのにね。一体どうすりゃいいんすかね。子供たちを受け入れる施設をもっと作ればって思うけど、食費に教育費に資金が大変よね。うん、シューズメーカーのナイキがアジアの複数の国で15歳以上の子供を工場で働かせていたことがあった。職を与えれば路頭に迷うこともあるまいという善意からだったんだが、それはまさに自動就労になるじゃないかと物議を醸した。そんな杓子定規な善意でしょ。難しいっすね。それで森くん、さっきルーマニアのブカレストって言ってたけど、多分その辺って冬は寒いんでしょ。道路では眠れないわ。どうしているのかしら。そう、それ私ブカレストのストリートチルドレンと友達になりましたよ。え、本当に？ブカレストで泊まる予定だったホテルが手違いで予約されていなかったのです。おまけにどこも満室で。うわ、どうしましょう。それは災難でしたね。それで駅のベンチで仮眠する覚悟で座っていた夜遅く、ヘイレディ、片言の英語で少年が声をかけてきたのです。あ、is, no, me, come。 どうやら
ここで女一人寝るのは危険だと言いたいらしい。で、彼の後について行ったのです。そうしたら、蓋の開いたマンホールに入っていくんです。手招きするので私も入りました。え、地下空間に？そこはストリートチルドレンの巣箱だぞ。麻薬やシンナーが蔓延してるんだぞ。そこへ。それがイギリスの記事の話？そうそう。チャウシェスクの子供たちの慣れの果てが集まってるんだ。チャウスク？チャウシェスク。1960年代から89年までルーマニアに君臨していた独裁者だ。彼は国力は人口なりと言って子供を増やす政策を取った。具体的には避妊禁止、人工中絶禁止、離婚の原則禁止などだ。罰則もあった。一家庭につき4人産むことが求められた。たくさん産んだ者には奨学金が出たそうだ。しかし子供を増やす一方で国は彼らを食わせられるだけの経済力がなかったんだ。そしてチャウシェスクの共産党政権が革命で終わると奨学金も出なくなった。親は困窮して子供を捨て、施設は満杯になり、あぶれたり施設から逃げ出した子供がストリートチルドレンになった。施設に入れた子供も飢えに苦しんだ。ミルクも食料も足りず、代わりに血液製剤を与えた。大人の血を輸血したりもしたらしい。そしてその中に HIV ウイルスが混じっていた。エイズになるあれだ。子供たちはたちまち感染した。今や数千人のほとんどのストリートチルドレンは HIV キャリアなんだ。下水管の通る地下坑道は比較的冬でも暖かい。それに結構広い。いつしかこの場所がストリートチルドレンの生活拠点になり、彼らがそこで大人になって子供を作り、地下王国になっていったわけさ。王国っていうと、その中にも秩序があって内部を仕切る王様がいるのかしら。うん、いる。王様の名はブルース・リー。もちろん通称だ。彼は生後3日で母に捨てられたそうだ。施設に預けられたが、同時期に入所した仲間はみんなエイズ発症などで死んでいる。彼自身も当然 HIV キャリアだろう。地下では食事を取るみたいにドラッグをやる。メタドンという合成麻薬、それにブルーと呼ばれるシンナー、皆がジャンキーだ。そしてその薬の売人がリーの父親だったんだ。やがて施設を出た売人の息子リーが地下にやってきて王になった。ドラッグでみんなを支配してるんすかね。多分そうだろう。常習者が恐れるのは薬が切れることだからな。頼む、メタドンをくれ。何でもするから。風貌は差し詰めパンクロッカーって感じだ。手足にチェーンを巻いてる。ジャケットはバッジだらけっすね。相当恐ろしい人なんでしょうね。ギャングの親分みたいな。ギャングそのものではないよ。地元のギャングに用心棒代を払っているらしいからな。まあ関係はあるだろう。そうやって地下王国内外の治安を守っているわけだ。それでシモーナ先生、ブルース・リーには直接会ったのか。ああいいえ、目にしてないです。地下行動の一部しか見てないですから。彼の支配の及ばない別の行動だったのか、単に不在だったのかは分かりません。コミュニケーションが不自由だったので事情があまり分からなかったのです。でも私に寝る場所を提供してくれた少年は普通の子供と同じように優しい笑顔をしていました。ひねくれたり絶望したような表情ではありませんでした。まだ少年だから薬をやってないのかもな。でもそんな生活に希望があるとは思えないけど、違うのかしら。さあ、ハングリーかというので少しというと、スクランブルエッグとパンをくれました。お礼にキーホルダーをあげたら無邪気に喜んでましたよ。私はそこで眠れたし、何も取られず翌朝外に出て別れました。怖いことは一つもありませんでした。細長い空間に人がいっぱいいてとても見通せなかったけど、悪い雰囲気ではありませんでした。で、私分かりました。ここは彼にとっての家なのだと。いえ、この子供たちは親や社会から見捨てられました。彼らは家族が欲しいのです。温かい家庭に憧れているのです。そういう子がここで疑似的に家族を感じているんだと思います。私が招かれたのは母代わりと見られたからかもしれません。全員が HIV 持ちで4人に1人が結核持ちだ。知人友人が発症してボロボロ死んでいく。だから束の間の家族ごっこが重要なのかもしれないな。そうするとリーは大きな家族の大黒柱、みんなの父親なのかもしれません。ほらこの写真。
子供と一緒に写ってる。子供はとってもいい顔をしてます。 D は恐ろしさをみじんも感じさせない表情ですよ。確かにな。なんだかかえって悲しいわ。とってもかわいそう。なんて言うと上から目線みたいで嫌だけど、私たちは恵まれているのね。私が過ごした空間に自分たちは不幸だという空気はあまりなかったけど、改めて考えるととても悲しいことですね。あの子たちが少しでも長生きし、少しでも幸せを感じられるように何かできることはないだろうかと思います。でも俺たちにできることはとても少ないよな。金を渡したところでジャンキーどものドラッグに変わるのは目に見えてるし、全員ドラッグ漬けから更生させたいけど現実問題無理なのよね。せめてエイズ発症を遅らせる治療を受けさせたいですし、結核は薬さえあれば死なずに済むでしょ。歯が痒いです。とりあえずユニセフに募金するぐらいが精一杯じゃないかしら。悔しいがその通りだな。俺は手始めに手足チェーン男になってこの学園を締めたいっすね。チェーンつながりでフランケン君とコンビでも組めば